カトリは大日本帝国海軍の戦艦。官名はカトリ神宮に由来する。官名はカトリ型練習巡洋艦一番艦。カトリ、海上自衛隊の練習艦。カトリに引き継がれた。本艦は皇太子時代の大正天皇、昭和天皇のお召し艦として、たびたび用いられた。カトリと鹿島は日露戦争に備えて、 日本海軍がイギリスに発注した戦艦で、キング・エドワード・セブン余宮戦艦を模範に発展させた、純度級戦艦である。カトリは、ビッカース社で、カシマは、アームストロング社で建造された。日本海海戦の勝利により、早期に戦争が終結し、収益は、戦後の1906年のこととなった。戦艦、カシマも同型だが、工事期間が短く、 また費用を圧縮するため細部は造船所に一任したため多少の違いが見られる。ただし、一般的にカトリとカシマは姉妹艦として扱われる。カトリカトリカトリ1904年2月13日、日本海軍はイギリスで建造の第1号鋼鉄艦をカトリ第2号鋼鉄艦をカシマと呼称することを内定。4月27日、カトリは帰港。 1905年7月4日、浸水。7月4日、正式にカトリと命名される。1906年5月20日、浸港。5月28日、カトリとカシマは戦艦に類別される。8月10日、シンガポールから横須賀への航海中のカトリは、宮古島の南にあるとされた生き間島を捜索したが、何も発見されなかった。この結果、 この島は、海図から削除された。8月15日、香取は日本に到着。8月29日、当時5歳の広人新王は、秩父宮洋人志新納と共に、横須賀に到着。横須賀陳府司令長官、上村彦之城中将の案内で、香取を見学した。10月5日、明治天皇皇太子は、横須賀軍港に行刑する。 横須賀海軍交渉で建造中の戦艦、薩摩や巡洋戦艦、倉間を視察した後、皇太子は、香取と出雲を巡覧した。1907年5月中旬、皇太子は、山陰地方を行計することになり、5月14日に、舞鶴港で、戦艦、鹿島に、上艦、仙道艦を、香取、久武艦を、軍艦、岩手及び、第十三駆逐隊と、 第14駆逐隊が務めた。6月6日、皇太子は、舞鶴港で、鹿島を退官、福知山市や京都を経由して、東京に戻った。10月、韓国総監、伊藤博文の要請により、皇太子は、大韓帝国及び、九州地方と四国地方を巡警することになった。10月12日、皇太子は、宇じなでお召し官、香取に上官して宿泊。 翌13日、カトリと第一艦隊機関、鹿島及び軍艦、随藩の駆逐艦は、ウジナを出港する。10月16日、ニ川港で、皇太子は上陸した。李ギとの対面を終えた、義人親王は10月20日、ニ川で、再び、カトリに上艦する。陳海港へ移動した。10月22日、カトリは、津島に寄港。 皇太子は竹式用工部を見学する。10月23日、佐世保に寄港。爆沈事故より復旧中の戦艦、三笠を視察した。10月24日、皇太子は佐世保海軍交渉が初めて建造した巡洋艦、トネの浸水式に臨席する。同日、艦隊は佐世保から長崎に移動。同地で竹人新能はカトリを退艦。 巡洋艦、音はに異常し、先に東京へ戻った。翌25日、艦隊は鹿児島へ移動。皇太子は引き続き、東郷平八郎元水等と共に、香取で九州、四国太平洋沿岸各地を訪問する。11月14日朝、香取は横浜港に到着する。皇太子は35日ぶりに東京へ戻った。 1911年8月、明治天皇皇太子は北海道を行刑することになった。8月19日、青森港で皇太子はお召し館、香取に上館、本館で宿泊する。8月20日午前9時30分、香取は函館港に到着、すでに停泊していた巡洋艦、オトワとアメリカ海軍アジア艦隊所属のサラトガと、 ニューオーリンズイエンヌは高齢砲を発射して出迎えた。同校で皇太子はカトリを下官。以後北海道各地を巡京する。9月12日午後5時、室蘭で皇太子はカトリに上官する。9月14日、カトリとオトワは横須賀港に到着。皇太子は東京に戻り、カトリはお召し任務を終えた。 1913年11月10日、東京湾で観館式が行われ、カトリは大正天皇のお召し館となる。観館式は無事に終了した。1914年10月14日、第一次世界大戦においてカトリは中部太平洋に進出、マリアナ諸島サイパン島を占領した。この時に館内神社から分祀を行い、道東ガラパン町に、 カトリ神社を創建した。1916年3月まで大修理を施行した。1917年7月、大正天皇皇太子は三院沿岸を行計することになり、7月4日に鶴川湾でカトリに上官、具部,部官は戦官、秋。7月5日午前6時、鶴川湾を出港し、午後5時50分に三保湾到着。7月6日、 皇太子は、堺鳩場より上陸、出雲大社を参拝した。松江城東を訪問後、新事故中海を経て午後6時20分に、香取駅間。同日は、三保湾の本館に宿泊する。7月7日午前6時15分、皇太子は、堺鳩場より上陸、縄神社を訪問し、10時15分に、香取駅間。艦隊は直ちに出港し、 午後1時30分に、沖島前、別府湾に到着。皇太子は上陸して、後鳥羽天皇家総塚を参拝する。一旦、香取に戻った後、西の島に上陸して、五代五天皇黒木御所氏を訪問し、香取に戻った。午後4時30分、艦隊は出港して、関門海峡へ向かう。七月八日、艦隊は関門海峡を通過して、 瀬戸内海に入り、広島県早瀬瀬戸で下泊する。7月9日、皇太子は、香取から、水雷亭に移乗クレ軍港に上陸して、各地を見学。午後4時25分、香取に戻った。この日の香取と秋は、小部湾に停泊する。7月10日午後2時20分、艦隊は、小戸島内海湾に到着して下泊。7月11日午前7時。 艦隊は、蝶戸島を出発。午後1時、香取より、神戸港に上陸して、川崎造船所を訪問、建造中の伊勢型船艦一番艦、伊勢を見学した。三菱神戸造船所を見学後の午後2時35分、皇太子は香取に帰還した。7月12日午前7時25分、皇太子は香取を退官して、神戸港に上陸。 おし列車で東京に戻った。1920年3月下旬、大正天皇皇太子が四国、九州地方を巡警することになり、3月24日に神戸港でお召し館、香取に上館する。先道館を、先館、秋、久武館を、先館、薩摩、海風が宅地区艦に隻保家が務めた。3月25日午後4時20分、 鹿児島港到着。3月26日午前8時、皇太子は、香取を離れ、鹿児島に上陸。照国神社等を訪問し、午後5時15分に、香取へ戻った。3月27日午前6時45分、皇太子は、鹿児島に上陸。鉄道で宮崎県へ移動し、佐ヌ神社等を巡決した。28日、皇太子は、 宮崎神宮等を参拝、協計。29日、宇都神宮等を参拝、協計。3月30日、皇太子は宮崎県から鹿児島県へ移動、高谷三条領、河井三領、新田神社等を参拝。遊国、香取に上巻し、鹿児島を離れた。3月31日午前11時40分、香取は三角港に到着。 皇太子は、熊本市各地を行計した。午後7時20分、香取に帰還する。4月1日、皇太子は上陸して、熊本城、水前寺城主園、阿蘇神社等を行計、参拝。午後6時30分、香取に戻る。午後9時、香取家艦隊は、長崎に向け出港した。4月2日午前7時、香取及び、副武艦は、長崎港に入港。 長崎市各所行刑後の同日午後、皇太子と東郷平八郎元水は、三菱長崎造船所に移動して建造中の、峰風型駆逐艦六番艦、夜風、加賀型船艦二番艦、土佐、熊型軽巡洋艦二番艦、玉を見学し、香取に戻った。4月3日午前11時、香取は、佐世保軍港に到着、皇太子は、佐世保陳寿府、 佐世保海軍交渉等を見学した。4月4日午前7時20分、皇太子はカトリを退官。佐世保に上陸後、鉄道へ佐賀県及び福岡県へ移動し、太宰府神社、関世恩寺等を参拝、協計。4月7日、皇太子は東公園、箱崎宮、菓子宮等を参拝、協慶。午後4時40分、駆逐艦江ノ木は、 文字港を出発。午後5時30分、へさき白地で、皇太子は、カトリに帰還した。午後7時、カトリ以下艦隊は、出港、キトに着く。4月8日午後5時30分、艦隊は、神戸港に到着。4月9日午前7時30分、皇太子は、カトリを退艦して上陸する。鉄道で、東京に戻った。1921年には、 大正天皇皇太子等に再始戦艦二隻は、憲王艦隊を編成し、皇太子は、カトリを、おめし艦とする。鹿島は、機関を務めた。この際、イギリスに対する抗議の表現として、国産主力艦によらず、わざわざ、イギリス製の戦艦を使用したのである。また、日本海軍は、つくば、河内を、火薬庫爆発事故で喪失しており、 皇太子法王に際し問題になった。そこで、クレ火薬試験所に模擬火薬庫を設置、異常発生の兆候が見られた時は、カトリとカシマの火薬を海中投棄することになった。3月3日、カトリとカシマは、連合艦隊各艦等に見送られて、横浜を出発。コロンボ出発後の4月2日、カシマの機関部で、パイプが破裂、死者3名を出す。4月7日には、 カトリでも帰還部事故が起こり死者2名、負傷者2名を出した。4月16日、スエズ運が通過中に、カシマが座礁、カトリと衝突しかけている。ジブラルタル海峡を通過して、憲王艦隊は5月7日に、スピットヘッドへ到着。クイーンエリザベス級戦艦1番艦、クイーンエリザベスは21発の高齢砲で2隻を出迎えた。5月9日、 ポーツマス軍港で皇太子はカトリを降りる。5月30日、皇太子はポーツマスでカトリに上艦第三艦隊はイギリスを離れ、ルアーブルに移動した。7月18日、県王艦隊はナポリを出港、キロに着いた。8月1日、そことら島近海で大阪商船のシャム号が座礁し、手違いにより鹿島が シャム号救援に向かうことになった。8月21日、カムラン湾で巡洋艦、ニイタカと旧艦艦、室戸の出迎えを受ける。8月28日には台湾海峡を通過中に巡洋艦、とね、8月31日には土地内総二郎連合艦隊司令長指式下の主力艦隊が放迎、9月2日に戦艦、山城が出迎える中で、 立山市入港。9月3日、県王艦隊は横浜港に到着、皇太子はカトリを退官した。ワシントン海軍軍縮条約により、配管が決定し、1923年9月20日除籍、官邸類別等級表からも削除された。主砲と中間砲は、日本陸軍の要望により、補填法として引き渡されたが、カトリの方は、 予備として保管されることになった。カトリ型二隻は、舞鶴工作部で解体された。現在、カトリ神宮の宝物庫に、カトリの監守に装備されていた、喫下御紋章が保管、展示されている。この喫下御紋章は、大正天皇皇太子の欧州訪問時、カトリが装着していたものである。1923年12月、海軍賞より、カトリ神宮に奉納された。 日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、階級は就任時のもの、開港委員長官長、ありがとうございます。